皆さんこんにちは、木更津市長の渡辺です。今回は広報8月号に掲載している木更津みなと祭り旭庁舎駐車場の利用中止のご案内、そして木更津地域循環共生圏の創造に向けた取り組みについてお話しいたします。まずは広報の表紙に掲載している木更津みなと祭りについてです。今年も例年通り8月14日に安祭もっさい踊り大会、15日に花火大会を開催いたします。今回で50回の節目を迎える安祭もっさい踊り大会では、69連3569人の踊り手の皆さんがおっさおっさの掛け声のもと駅前の富士見通りを踊り歩きます。また翌日の花火大会では、関東最大級を誇る特大スターマインや二尺玉花火のほか、ナイアガラ花火や水中花火など約1万3000発を打ち上げる予定です。木更津の夏の一大イベントである港祭りが、多くの皆さんの思い出に残る素晴らしいお祭りとなりますよう準備を進めておりますので、ぜひご期待いただければと思います。ご来場される皆様におかれましては、観覧マナーを守りながら安心安全に楽しんでいただきますようご協力をお願いいたします。続いて旭庁舎駐車場の利用中止のご案内についてです。市役所は旭新庁舎の整備事業に伴い、9月からイオンタウン木更津旭の敷地内で庁舎棟の建設工事が開始される予定です。この工事により駐車場の一部区画を封鎖する必要があるため、9月1日から令和8年3月31日までこちらの駐車場が利用できなくなります。大変ご不便をおかけいたしますが、市役所へお越しの際は北側、南側および屋上の駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。最後に、木更津地域循環共生圏の創造に向けた取り組み、里山の再生についてです。まずはじめに、地域循環共生圏とは何かと言いますと、地域資源を最大限に活用し、新たな価値を生み出すことによって環境、社会、経済を良くしていこうという取り組みのことを言います。本市では里山の再生、資源循環の促進、食有機農業、再生可能エネルギー、里海の活用の5つのテーマを設け、地域課題の解決に向けて取り組んでいるところでございます。今回は取り組みテーマの一つ、里山の再生について簡潔にお話をいたします。里山とは、人里に隣接する森や山のことを言い、生物多様性の維持や良好な景観形成、災害防止など様々な役割を担っています。しかしながら、近年は自然災害の頻発化や環境維持の担い手不足などによって荒廃が進み、昔ながらの里山の風景に変化が生じてきております。そこで本市では1000木再生プロジェクトと称し、福田地区の湧水1000木の木道の整備やビジョンの策定などを進め、里山再生に取り組んでいるところでございます。今後、この活動の中で得た知識や手法を他地域で活用することで、市全体の里山の再生を目指してまいりますので、市民の皆様にも少しでも里山に関心を持っていただき、里山環境の改善にご協力をいただきたいと思います。以上、8月のメッセージといたします。それでは今月もどうぞよろしくお願いいたします。